皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、カラス天狗のクーロンです。今回の囲碁旅は、巣鴨にある、囲碁の家元、コインボーテの菩提寺、本明寺を訪れました。本明寺は、元亀2年、徳川家康が、岡崎から、花松へ城を移したのを機に、法華宗門徒の家臣により創建され、家康の江戸入りに伴い移転しています。その後火災により何度か移転しますが、本郷丸山へ寛永13年に移ってからは約270年間この地にあり、明治43年に現在地へ移転しています。歴史に名を残す人物の墓が本明寺にはいくつかありますが、コインボーテ代の墓もその中の一つです。本明寺の三門、高麗門は、平成27年に建て替えられたもので、扉の留め金具は、法華宗の総門、六本桜と、寺に葬られている、遠山の金山の桜吹雪をイメージしたものだそうです。そして、八層金物の鋭い形は、剣豪、千葉周作の剣を、また、碁石と同じ大きさの、黒石と白石が埋め込まれ、コイン棒の囲碁を表しています。初代コインボー三佐は、徳川家康が江戸に幕府を開くと、その招きで江戸に赴きますが、あくまで拠点は京都であり、定期的に江戸へ出向いていたそうです。元和9年に三佐が亡くなり、自らが住職を務めていた京都の寂光寺に葬られますが、以降、三世、同越まで、当主は寂光寺に葬られています。しかし、囲碁家元制度が確立した4世、同作の時代には、コインボーテの拠点は、完全に江戸へと移り、元禄15年に亡くなった同作は、遺言により、本明寺の塔頭、観道院に葬られます。以降、歴代当主は観道院に葬られますが、明治に入り、観道院が廃寺となったのに伴い、墓所を本明寺が引き継いだようです。歴代本因坊の墓へは、境内に案内図が設置されていますので、簡単に行くことができます。また、墓の配置も、現地説明板にて確認することができます。墓所は、中央に、最後の当主、21世、本因坊秀才の墓があり、その周りを、歴代当主たちの墓が取り囲むように配置されています。しかし、明治43年に本明寺が移転した際、秀才が墓の移転に立ち会っていることから、当初は四世同作を基準として配置したようです。歴代当主、個別の詳細については、別の機会に触れるとして、今回は墓石の配置を中心に紹介したいと思います。まず、最初は、後方中央にある、四世本因坊同作の墓を紹介します。最初に本明寺へ葬られた同作は、圧倒的な強さから、実力13段と称され、名人もどころとして、囲碁界のトップに君臨。第二世を確立するなど、その後の囲碁界に、大きな影響を与え、五世と称えられています。四世、同作の墓に、寄り添うように立っているのは、同作の跡目、本因坊、同敵。五世本因坊、同地。そして14世秀和の跡目、本因坊、秀作の墓です。五世、本因坊同作は、たくさんの弟子の中で、13歳で六段格となり、神童と呼ばれた小川同敵を跡目にします。19歳の頃には師匠と打ち分け、同作を超える逸材として期待されていましたが、わずか21歳で亡くなっています。同敵の死後、最跡目の佐山作元も25歳で亡くなったため、同作は、その後、跡目を立てることなく、元禄15年、臨終において、わずか13歳の同地を後継者に指名します。同作は、弟子であった井上同節隕石を、後見として育成を託しますが、成長した同地は、期待通り才能を開花させ、名人もどころに就任。
また将棋も六段の実力があり、大橋宗桂、安井仙鶴らから盤上の聖と称えられています。14歳秀和の跡目本因坊秀作は現在の広島県尾道市因島の出身で、海岸年に跡目となるとお城もで19戦無敗という大記録を打ち立てるなど活躍し、同作ジョウアと並び五聖と称えられます。しかし人格者であった秀作は文久2年に江戸でコレラが大流行すると、秀和が止めるのも聞かず本因坊家の患者を懸命に看病し、自らが感染し34歳の生涯を閉じています。次に右隅にある11世本因坊玄奘、18世本因坊秀穂の墓を紹介します。玄奘は元の名は宮重楽山といい、豪腕と称される強気の気風で八段準名人まで上り詰めます。しかし同じ時代に安井知徳というもう一人の天才が存在したため、共に名人の技量がありながら名人とならなかった囲碁四哲の一人に数えられています。一方本因坊秀穂は元の名を村瀬秀穂といい、本因坊家の塾頭を務め、秀作亡き後の再跡目の有力候補でしたが、12世上和の未亡人の反対で頓挫します。そして明治に入ると囲碁結社の法円社の社長として囲碁界を支えていきます。実力重視の法円社と家元としての格式を重視する本因坊家が対立する中、支援者の働きかけで17世本因坊秀栄は和解のために明治19年に秀穂へ家督を譲ります。しかし念願の本因坊家当主となった秀穂ですが、就任からわずか2ヶ月後に病のために亡くなっています。なお墓石の中台に村瀬と刻まれていることから、この墓石は秀穂の墓として建立されたもので、本名字が移転した際にスペースの関係か、あるいは玄奘の墓の風化がひどかったためなのか分かりませんが、一つにまとめられたと考えられます。また墓石にはもう一人女性の戒名が刻まれていますが、これは秀穂の奥さんのもので、寺の移転後に亡くなったそうです。玄奘秀穂の墓の隣には9世本因坊殺言と15世秀悦の墓があります。殺言は6世智伯、7世秀伯、8世伯言と3代にわたり本因坊家当主が若くして亡くなり、囲碁界全体が低迷していた時期に当主となり、5世坊内以来となる名人に秀逸、そのため鬼道中高の祖と呼ばれています。15世本因坊秀悦は14世秀和の長男で、跡目の秀作が亡くなったために家督を相続。しかし明治維新により幕府という後ろ盾を失い、さらに屋敷が火災に遭うなど不運が続いたことで精神に異常をきたし引退しています。その隣にあるのが6世智伯、7世秀伯、13世上作の墓です。智伯秀伯はそれに続く8世伯言とともに20代記録六段で亡くなり、本因坊家の混乱が囲碁界全体の低迷を招くこととなります。一方13世上作は11世玄奘の息子で、一説には先代上和が死の玄奘の恩に報いるため後継者に指名したと言われています。本因坊道地秀作らの墓の左にあるのが8世伯言と14世秀和の墓です。先ほど述べた通り、伯言は先代先々代に続き20代で亡くなり、囲碁界は低迷期にありました。一方の14世秀和は伊豆出身で、本名は土屋秀和、八段準名人にまで上り詰めますが、幕末の混乱期のため名人御所に就任することができず、囲碁四哲の一人に数えられています。明治以降秀悦秀栄秀玄と
3人の息子が本因坊家を継承していますが、晩年の周和は幕府崩壊による家元への支援の打ち切りや屋敷の火災など不運が続き、失意のうちに明治6年に亡くなっています。墓所の奥左から2番目にあるのが十世本因坊列元の墓です。八世白元、九世薩元、十世列元と3代にわたり現在の埼玉県幸手市から本因坊家当主が誕生しますが、列元は低迷する囲碁界を復興した薩元の後を継ぎ、本因坊家の権威づけに尽力しています。そして一番左側にあるのが十二世本因坊上和の墓。暴力無双と呼ばれる激しい力碁により同作の全盛に対し後世と呼ばれる実力者でしたが、天保2年に名人御所へ就任した際、謀略によってその地位を得たため評価が下がり、明治以降周作に後世の名を奪われた状態でした。しかし近年再評価され、周作と並び再び後世と呼ばれるようになります。それでは今回はここまで。次回は本因坊歴代の墓所にある残りの墓について紹介します。